どうもアガポニーです。今回は百竜夜行でヌーシーが突進し続けるというバグに出会ったので紹介しておこうと思います。何がねトリガーになったのかわからないんですが、突然ね走り出して止まんなくなっちゃったんですよね。その時の資料ねちょうど動画撮れていたので、まあとりあえずご覧いただきたいというわけでいきましょう。あれこれなんかおかしい、レイヤーさんおかしいね、これどうしたちょっとこれおかしいでしょ、大丈夫。いやーもうこれ全然ハンターに目もくれず何かに取りつかれちゃってるな防壁を壊すこともせずひたすら走るのみ。これ大丈夫かな、倒せる。とりあえず一回解いて殴りまくってみるか。ダメージ表示は出てるからダメージは入ってると信じたい。実は内部的にダメージはきちんとカウントされてませんでした、クリアすることができませんとかっていうオチだけはやめてほしいな。とりあえず反撃ののろしは上がってるからハンターの攻撃をし続ければきっと倒せるはず。ただまだ来たばっかりだからな、まだ2万ぐらいはヒットポイントありそうだからもうちょっと叩かないと倒せないよね。あと 2,3 分殴って倒せないとちょっと怪しくなってくるけど、まあ、とりあえずもうちょっと殴ってみようめっちゃ一方的にケツ叩いてるけど大丈夫レイヤーさん、これおお一方的にケツ叩くな、血が騒ぐやばいハンターだな。いやそういうハンターじゃないはずだよ。何度も何度も狩猟しても普通の狩猟には飽き足らずそういうところに目覚めちゃいましたっていうハンターじゃないはずだよ。まあでもね血が騒いでしまったものはもうしょうがない。ただこの武器が笛だとねお尻めがけてつくみたいな感じになっちゃうから干潮してるみたいになっちゃうんだけど、まあ、もうそれはちょっとしょうがないよね。で、干潮タイムがまた来たからでこの強烈な干潮ぶっ刺して大ダメージを与えていくと、で汚いから綺麗に磨いてで引き続きケツを叩いていくと、ペッチン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 と、お仕置きだよと、これは何のお仕置きだよと、ハンターさんこれは何のお仕置きですかと問われるかもしれないけれども、まあ、これが百竜夜行のお仕置きですと。ほんでもう3本目か4本目か分かんないけどもう干潮かましていくと、もうどんどんかましていくと、あ弱ってるマーク出たってことはダメージは入ってると、このまま殴り続ければクリアできるかな。逆にこれでクリアできたらめちゃくちゃ楽な回だけど、バグはよろしくないですからね。頭がね殴れるともうちょっと違うんだろうけど、頭はなんかもう突っ込んじゃってて届かないんだよな。いってなんかこれ玉三つね来てるどっから来た玉三つね、あ倒せたよかった。これ倒せなかったらどうしようかと思ったけどね、まあ、やり直すしかないんだけど、やり直すのもめんどくさいからな。なんだろう、何が原因だったんだろう、わかんないな。はい、ってな感じでした。進行不能になることはなくてとりあえずクリアはできます。で報酬も普通にもらえたので、発生した場合であっても通常通り主の体力を削って討伐すれば致命的な問題につながることはなく普通にクリアできると思います。まあ、主がね変なところに埋まったりとかして攻撃ができないような位置に行っちゃうとどうしようもなくなっちゃいますけどね。
おそらく今後修正されるとは思いますが、現状こんな症状があるよという注意喚起の紹介でした。今回なんかバグが多い気がするな。はい、この動画少しでも参考になりましたら高評価とチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いいたします。それではまたピッ。